島に着いて早1週間、ついに食料はなくなってしまった。僕たち二人はどうやって生きていけばいいのか、どうやって生きればいいのか。どうするどうするどうする、君ならどうする。そうだ、食料を探す旅に出よう。二人で力を合わせて何かを見つけて食べるんだ。お腹すいた。おお、俺もお腹がすいたぞ。歩け。疲れた。歩くんだ。疲れた。眠るな。眠ってはいけない。眠ってはいけないぞ。眠たいよ。トモヤちゃん起きるんだ。お、そこに大きな木に木の実がなっているぞ。トモヤちゃん登れない。登れない。よし、じゃあ僕が肩車をしてやろう。さあ乗るんだ、トモヤちゃん。よっこいしょ。さあトモヤちゃん、手を伸ばしてごらん。食べられるのかな。いやーわからん。でもとにかく二つ揉いでください。取れた。取れたか。じゃあ降りましょう。よっこいしょ。さあその木の実をここにある石ころで割ってみよう。じゃあわしが割ってやろう。やっとーパリ割れた。甘い匂いがしますがね。あ、そう。食べてみるかい。怖いね。じゃあわし、先やつしこんから食べてください。わしが食べてやろう。ペロリンチョ。うまいぜ。うまいぜ。さあ、ともちゃんも食べてみるがいい。ペロリンチョ。ペロリンチョ、おいしいかい。甘い。甘いぜ。さあ、どうだい。甘いよ。あ、少し空腹は紛れたね。そうかい。じゃあ次は水を探しに行こうかい。うんしょ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 。空から大きな鳥が来たよ。うんしょ。わあ、これは大変なことだ。トムちゃん伏せるんだ。伏せ。さあ、鳥が大きな糞をたくさんしてきたよ。ゴロゴロ。だから鳥は嫌いなの。そうか、ともちゃんは鳥が嫌いだったんだね。好きだけど嫌い。そうか、じゃあわしが石ころで追い払ってやろう。大きな石ころ持って、えいやっとえいやっとえいやっとえいやー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 と。大きな鳥はどこかへ行ってしまった。じゃあもう一度水を探しに歩きに行こうか。よいしょ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 。あ、大きな川があったぜ。じゃあ行こう。よいしょよいしょ。さあ、さっきの木の実の瓦を使って水を飲むぞ。びちょ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 ちょびちょ。さあ飲むんだ、ともよちゃん。おいしい。おいしいかい。じゃあわしも飲もう。おっきい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 。よし、これだけ水を飲めばもう大丈夫だ。じゃあ家に帰ろうか。よいしょ。
よいしょ、わらぶきやねの家があるの。あ、あるの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、犬が追っかけてきたよ。あ、やけん、やけんだ。懐かないかな。懐かな。じゃあ声をかけてみよう。おい犬、おい犬、一匹、一匹。そう、名前は何やろうね。 何がいいかな。ジョンか。じゃあジョンって呼んでごらん。ジョン、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 
助けてくれ、俺たちはここにいるんだ。助けて、助けてくれ。さあ火を起こそう。シャッ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 。ともちゃん大きい声で叫ぶんだ。助けて、助けて。シャッシャッシャッ。あ、火が出てきた。煙が出てきたぞ。シャッシャッシャッ。もっと声を出すんだ。助けてください。助けてください。お、骨がこっちに来た。助かる。あ、ありがとう。これで僕たちは京都に帰れます。よかったね。大冒険、心に冒険を。冒険を、冒険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 、大冒険。さあ寝ようか。明日も休みか。面白いね。